わかってるのは、某チェーン店の居酒屋でバイトしてた頃の話。M さんという40代の常連がいた。常連といっても、俺がバイトを始めた頃から店に一人でやってくるようになったのだが、ほぼ一月ほどは毎晩のように通ってきた。何でも居酒屋近くのビジネスホテルに滞在しているらしく、だいたい閉店間際にふらりとやってきて、本人定番のつまみを注文する。それでお互い顔を覚えて、いつしか気安く対応する間柄になっていた。何せ小さな店舗で、親父系居酒屋だったこともあって、カウンター内で洗い物をしているとよく話しかけてきた。いつものように持つの煮込みを出すと、M さんは気味の悪い話を始めた。若い頃にヘマをしでかし、その筋の方に拉致されて、ダムの工事現場に連れて行かれた時の話だそうだ。M さんは普通の労働者とは違って、飯場のようなところに軟禁させていたらしい。そこには似たような境遇の人たちが10人ほどいたという。場所は人里離れた山の中。食事の支度は飯炊き女、50代、がまかなっていたそうだが、当然食材は近くの村から配達してもらったという。ある夜、工事現場につながる唯一の道路が、大雨で不通になってしまった。復旧のめどが立たないうちに、3日が過ぎたそうだ。蓄えていた食料も底をつき、全員パニックに陥ったらしい。その時みんなが目をつけたのは、飯炊き女が残飯を食べさせていた雑誌券。M さんは詳しく話さなかったが、とにかくその犬を食べて飢えをしのいだという。それからなんだよ。動物ってわかってんのかね？俺を見たらどんな犬も吠えやがるんだ。睨みつけてよ。俺も M さんが裏家業の人間であることはうすうすわかっていた。相手は店の客だし、深い付き合いにはならないつもりでもいた。でも M さんは俺のことを気に入ったらしく、仕事が終わったら飲みに行こうと誘ってくるようになった。最初は断っていたが、ある夜、勧められたビールで少し酔った俺は、誘いに応じてしまった。顔の利く店があるから、M さんは東南アジアからタレントを連れてくるプロモーターだと自称していたが、実はブローカーだった。連れて行かれた店もフィリピンパブ。かなり際どい店だったが、貧乏学生だった俺は結構楽しんでしまった。M さんは女の子と延々カラオケを歌っていたが、俺は片言の英語で片っ端から女の子を口説いていた。一人すごく可愛い女の子がいて、その子にも話しかけようとした時、M さんは突然マイクを置いてテーブルに戻ってきた。その子はダメだぞ。俺のお気にだからな。M さんの目は笑っていなかった。ゾッとするくらい凄みがあった。周りも雰囲気を察して、場はしらけたようになった。俺も萎縮してすっかり酔いが覚めてしまった。M さんは何もなかったように、再びカラオケで歌い出した。その姿を黙って見ていた俺に、さっきのお気にの女の子が拙い日本語で耳打ちしてきた。店の女の子、全部あいつ嫌い。なんで？と俺が尋ねると、わからない。でも、なんか見える時あるよ。何が？死んだ女の子ね。いっぱい見えるよ。俺は思った。M さん、わかるのは犬だけじゃないみたいだぞ。